ではわさび YouTube のソジです。はい、ということで本日なんですが、ご覧いただいている皆様、防水スプレーって使ってますか？僕もですね、いろんな防水スプレーを使ってきておりまして、でその中でですね、ご覧いただいている皆様の中から、質問という感じでですね、よくいただくコメントなんですが、どの防水スプレーがいいのかと。で、今日本国内でもですね、いろんな防水スプレーのメーカーってあるじゃないですか。ただね、どれもいいんですけど、実際にどれが一番いいのかって聞かれた時に、僕もちょっと答えられないなと。で、いろんなね、防水スプレーがあるんですが、じゃあ実験してみようと。はい、こちら、トータルですね、4種類の、防水スプレーを用意いたしました。で、この防水スプレーをですね、ちょっとそれぞれ、試してですね、どの防水スプレーがこう一番こう、なんていうんですか、汚れであったりとか水を弾くのか撥水するのかっていうところをですね、見ていきたいなと。で、今回用意したのがですね、まず1本目がクレップ、そしてマーキープレイヤーで、OG ブライトネス、ジェイソンマークのリベルでですね、スニーカーも今回用意いたしまして、こちらの真っ白の AMAX90、 これを使って禁断の実験をやろうかなと思います。で、どういう風にやるのかと言いますと、今回ですね、これそれぞれね、もう振ってるんですけど、泥水の中にぶち込もうかなと。で、その泥をどれだけ汚れをつけないのか弾くのかっていうところをですね、見ていきたいなと思います。それぞれのですね、防水スプレーを今まで使っているので、大体ね、こう水を弾くとかっていうのはなんとなく分かってはいるんですが、大丈夫だろうなとは思っているんですけど、内心ちょっと怖いです。しっかりね、全部のメーカー弾いてくれることを期待しています。はい、ということで水槽をね、用意したんですが、こちらにですね、こちら花と野菜の土、これをですね、バーッと入れてですね、その中にもうこのスニーカーをね、もうすでにこれは防水スプレーをね振ったスニーカーなんですが、つけていくと。で、どれが一番効果があるのかっていうところをですね、やっていきましょう。で、早速泥水を、作るところから始めます。はい、ということで泥水完成でございます。こちらの中にですね、これをぶち込んでいくと。正直ですね、今回用意したのがですね、AMAX90 なんですよ。で、真っ白のモデルを用意しておりまして、これを用意した理由なんですけど、やっぱりそのレザーの部分とメッシュの部分があるので、その2つでどうなるかっていうところを見たくて。ということでですね、早速やっていきましょう。今回ね、この4色、今どのスプレーをかけてるかっていうのはこの段階では見せません。それぞれですね、1本ずつかけているんですが、一斉にぶち込みましょうか。いや、あのね、緊張しますよ、僕も。ちょっと怖いんで、こっちのカメラ。全く見えない。このレベルですよ。ちなみに一応参考までになんですが、ただいまのこちらの部屋の室温ですね、っていうのは22度でございます。で、この防水スプレーは、この動画の撮影日の前日、のお昼、ということで丸24時間、振ってから、時間が経過しているものになります。4足一斉にぶち込みましょう。いきます。おお、やっぱ引っかかるのは引っかかるな。ちょっと水をかけようか。その土がちょっと引っかかりはするんですが、じゃあこの水をかけてね、どうか。おお、ちょっとこれはあれ、ほい、
ほいと検証できました。ということでですね、ちょっと近くの、カメラで見てみましょうかね。まずこちら、一番こっち側ですねの、スニーカーっていうのが OG ブライトネス、これですね、 OG ブライトネスの、スプレーを振ったスニーカーでございます。で、それを近くで見てみるとこんな感じですね。やっぱりね、土自体がすごい細かいものになるので、このメッシュの部分ですねっていうところにはちょっと引っかかって、ついたりはしているんですが、ただ汚れというところに関してはですね、ついてないね。ちょっと乗っかってるっていう感じですね。で、やっぱりその細かい土の部分に関してはこのメッシュの間に入り込むので、まあそれはブラシでピピッと、取ってもらえれば、取れる、程度かなと思います。そして続いて2足目、こちらがですね、マーティープレイヤー、こちら、これがですね、はい、こんな感じでございます。同じような感じですね、OG ブライトネスと。全然アッパーの汚れというところに関しては全然ついてないんだけども、やっぱりこのメッシュの部分ですね、まあ、ここにちょっと土が入り込んでる程度っていう感じです。ただ汚れというところに関しては全然ついてないですね。まあ、ついてたとしてもちょっとピッて取っていただければ十分取れる程度です。はい、続きましてこちらリベル、こちらですね、これも同じ感じ、汚れがこう染み込んでっていうところはないけども、ただあんまり引っかかってないですね、こっちはリベルは、で最後のこれがクレープ、こちら、このメッシュのところですね、引っかかってる程度で汚れというのはついていません。はい、ということでですね、まあ4本の、防水スプレー、の検証結果なんですが、まあレーザーの部分っていうところはですね、もちろん大丈夫なんですけど、やっぱりメッシュの部分ですね、まあこういったところに細かい土ですね、っていう本当に細かい土が引っかかってる程度の汚れではあります。で、これに関してはですね、本当にブラシでペペッとやっていただけるだけで取れる程度なので、なんか汚れっていうほどのものではないかなと。そんなに大きな差は近くで見てもないかなっていう感じですね。まあ、せっかくなんでね、こういった企画でよくありがちな、ものなんですけども、ケチャップ、これをねちょっと、全部スニーカーにぶっかけていきたいなと思います。スニーカーにケチャップをぶっかけるっていうこの感じがもう、まあ経験することないですからね。水で流していきましょうか。この2足がですね、結構綺麗にケチャップ落ちましたね。まあざっくりと、水で流した程度ではあるんですが、クレップとマーキープレイヤーは比較的ケチャップがこうつきにくかったなと。で、ちょっと OG ブライトネスジェイソンマークに関してはこのメッシュの部分ですねにちょっと引っかかってるだけではあると思うんですけど、拭けばね取れる感じですね。ちょっと OG ブライトネスの方がちょっと中に、まあ拭けばね全然取れる程度ではあるんですが、ちょっと隙間にメッシュの間に入り込んでる感じがします。まあ、なので、まあ、クレップとマーキープレイヤーは特にこれ強いかなっていう印象ですね。まあ、だからそのクリーナーであったりとかブラシであったりとかですね、まあ、ブラシでちょっとパパッとやってあげるだけでもですね、かなり落ちると思いますので、ランキングとしてはこういう感じになるかな。はい、ということでですね、まあ、ケチャップをつけての、結果になるんですけど、実際にやってみてですね、こっち2つ、クレップとマーキープレイヤーは、まあ、ケチャップもほぼほぼ弾いてます。で、ジェイソンマークと OG ブライトネスに関しては、まあ、メッシュの部分にですね、まあ、少し入り込んじゃったかなっていう程度ですね。ただこの辺もですね、クリーニング、してあげれば取れる程度なので、全然問題ないかなと。で、特に OG ブライトネスさんであったりとかジェイソンマークさんはね、クリーナーの部分も強い部分、ブランドになってくるので、まあ、そこで落とせるかなと思います。ただこっちとクレップとマーキーのこっち
が汚れてなさすぎて、この2つのブランドがちょっと強いなっていう印象を受けました。ただですね、まあ、今回ケチャップでちょっと差が出たかなっていう程度でして、まあ、普段の生活の中ではですね、まあ、こういった泥水の部分が一番メインになってくるかなと思いますので、まあ、そこに関してはもうほぼほぼ差はないかなと、各ブランドのですね、防水スプレー、あとはですねクリーナーも各ブランド出しておりますので、チェックしていただければなと思います。はい、ということでですね、まあ今回、まあ禁断の実験ということでですね、各4社の防水スプレーを試させていただきました。またですね、概要欄の方にですね、各社、の防水スプレーのリンク、商品ページのリンクみたいなのを貼っておりますので、ぜひぜひこちらからチェックしていただければなと。あとはお近くのね、スニーカーショップとかにも取り扱いがあったりすると思うので、ぜひチェックしていただければなと思います。まあ例えば雨の日であったりとか、っていうところでスニーカー悩まれている方、っていうのもいらっしゃるかなと思うんですですけど、こういった防水スプレーをね、しっかり振ってあげることで、まあ、普段履いてるスニーカーというところもですね、気兼ねなく履けるのかなと、選択肢の一つとして入ってくるのかなと思いますので、ぜひ試してみてください、皆さんも。まあ、他にもですね、いろんな防水スプレーがありますので、まあ、この防水スプレーでやってほしいとか、あとはこういう実験やってみてほしいとか、っていうのがもしあればですね、ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。メンタル的にちょっと疲れた。はい。はい、ということでですね、今回は防水スプレー、各4社の、スプレーを使って泥水につけてみたという実験でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画でお会いいたしましょう。See you later. バイバイ。26 80 AM on your feet. Get the